共進会の会期である、鉄血18世紀後に、中華民国の陸軍旗としても採用された。共進会は新末に結成された、革命団体、武将危機の中で大きな役割を果たした。共進会は1905年8月18日に、日本の東京で中国同盟会の分派であった。当時の同盟会の指導者は、孫文であり、 緩やかな革命方針を採用し、深刻南部の辺境地区で革命を起こし、次第に見つかずの統地の中心部に進出することを計画した。これらの方式は多くの批判を生み、多くの参加者は超高流域での革命放棄を主張した。1907年初頭、孫文が日本を離れると異なる主張を有すメンバーにより運営が行われるようになり、 同盟会の諸務幹事である、竜気一は、同盟会の再結成により、メンバーを統一することを計画したが成功しなかった。長白、小東文、章通ルボン、孫部、流行等の主要メンバーは、会議による議論により正式に、共進会を結成、湖北、湖南、厚生、四川出身の日本留学中の軍事学校生徒を、中心に構成された。 共振会は結成後に白話文及び文言文による2種類の宣言を発表した。その中で格闘派と共に革命を推進し成長を打倒、旧制度の復活を目的とし、栄光ある偉大なそして重い責任を有すと宣言された。この外に規約10条を発表し、民主政治、知見平等、財産や社会上そして、 男女の平等と中国の失われた権益奪取が定められた。共振会は、急進的な革命を主張し、同盟会の革命運動の中の指導的地位を認めながらも、同盟会の活動に影響を与え、同盟会のメンバーからは分裂工作とも言える、共振会の行動に不満が表明されている。共進会の初代会長には、張白将が就任したが、後に、 当分が会長に就任している。会長のもとに、内政、外交、財政、交通、軍事、海外華境、党運営、参謀、出版などのキューブが設置されると同時に、四川、湖北、湖南、安貴、厚生、河南、チャンスー、関東、厚生の各都督を設置し、革命成功後の政務継承の準備を行っている。共進会の成立後、メンバーは、 前時日本より帰国し革命準備が着々と進められた。その主要な活動内容は、長江流域と一部関東、構成であり、長白省による四川、東文により構成支部が設置されたが、それらでの活動地域は限定的なものであった。その中で、湖北地域では、共進会は大きな発展が見られた。1908年に村部により、 湖北分会が設置され、本部が観光フランス疎開に設置されると同時に、両古主要都市に連絡書が設置され、両古地区の秘密結社である歌廊会のメンバーが活動に参加するようになった。しかし1909年以降、村部等の共振会幹部は秘密結社メンバーの規律に問題があり、暴力で問題を解決する傾向を地質さらに、 厚生機器などの武装放棄失敗を受けて、孫部は方針の転換を決定、湖北新軍の中に組織を拡大し、厳格な共進会規約の適用と組織化を推進し、他の革命組織との協力関係を模索した。1909年以後、同盟会と共進会の間には多くの接触があった。 その中には孫部が香港を訪問し、同盟会に加盟し、同盟会の単人大鳥が武将を訪問し、活動資金を提供するなど、協力関係の協議が可能となった。しかし革命運動の中心を、上高流域にするか、河南地方にするかについては、合意に達せず、双方が各自の革命活動を維持することとなった。 文学者は1904年に科学補修所、日置会等の名称で結成された。1911年に文学者に改編され、共振会より以前に、湖北地区で活動を行い、一般兵士を主な構成員としていた。1911年の公衆起義失敗後、湖北地区での革命の重要性を認識した、共振会と文学者は組織合併と、 革命放棄を協議した。後に同盟会の単人大鳥も湖北に到着し、合併に向けた協議が進められ、後の武将起議の成功を導くこととなった。武将起議の成功後、共進会はその役割を終えたとして、解散、政治活動を継続したメンバーの一部は、同盟会に加盟し、後の副総統である、霊源広氏の下に集結している。ありがとうございます。